願いします。そんなこと言われりゃな、まあまあまあ、そうっすね。でね、お互いそういう悪い口癖だから、じゃあお互い直そうねってそういう話になったんですよ。そしたら犯行の野郎がね、まあまあ口癖なんてのは直すのはなかなか難しいよ、じゃあこうしようと、お互いそれを言ったら1円ずつ罰金取ろうと、こういうことを言ったんですよ。で、分かったよっつってうち帰ってきたんですけどね、よく考えたらさ、ほらあの野郎ずる賢いでしょ、頭いいでしょ、機転が利くでしょ、そこ行くってとね、あっしはもう間抜けですからね、のべつに取られるようになるんじゃねえかなと思って、うん、でね、そのあの野郎に先につまらねえとこう言わせたいなと思って隠居さんのとこに知恵を借りに来たと、そういうわけなんですよ。はいはいはい、なるほど、そういうことが、いやあんまりいい了見じゃないけどもね、うん、まあまあね、口癖を直そうとそういうわけなら、あ、分かりましたよ。そうね、うん、そうじゃなくて、違うのよ、そのたくあん大根だ、100本醤油だるに詰まろうかね。お前の話途切れ途切れで全然分かんないよ。その田舎のおじさんケチなんだよな、ケチなんだけど、そのおじさんからたくあん大根100本送られてきたな、で人だるにつけようと思うんだけど人だるがないと、で物置はないけど、そのない物置から醤油だるが出てきたのな、でそこにたくあん大根100本、たくあん大根だってそれは100本たらこんなもんだろうね、醤油だるにそれは無理だね。そこをたが抜くんだろ、いやそこたがをさ、そこが抜けるね、言わないから、言わないからね、お前がやりたいことはよく分かった、でも俺言わないからね。ねお前とその遊んでる場合じゃねえんだよ、俺忙しいんだから。おか、ハリとつくな。ハリ、何、どうしたの、どっか行くの、おあんだお前知らねえのかおい、へ、向かいのほらうなぎ屋、今日開店祝いでよ、酒タダで飲めるってよ。開店祝い、ありがてえ、一杯飲める。何が今言ったろ、今ありがとう、うん、おっか、これで雨もん、お、よし、じゃあ羽織もしまっといてくんね、え、行かないの、行かない、え、だって開店祝い、ないよ、え、だってわざわざ羽織、だそれはお前に言わせようと思って羽織来たんだよ。ずるいと思う、そんな人を騙すためにわざわざ羽織を着て、なんだお前、人騙すためにぬかだらけになってんじゃねえかよ。さよなら。だからお前さんがね、やる気が出るように私は祝儀切ろうと思ってんだ、ただの祝儀じゃないぞ、横綱とね頭からドーンとぶつかってって、もしも横綱の回しを触ったら、回しを触っただけで重量という祝儀をあげよう。回しを触っただけで、触っただけで重量でございますか、ありがとうございます、今重量あれば助かります。つかぬことをお伺いいたしますが、もしも四つになったら、四つになったら大変だよ、30両あげよう、四つになったら30両でございますか、ありがとうございます、つかぬことをお伺いいたしますが、もしももろ差しになったら、もろ差しになったらすごい、50両もろ差しになっただけで50両、ありがとうございます、つかぬことをお伺いいたしますが、もしも勝ったらない、いや、もしも勝ったらない、ない、勝たない、相撲は何が起こるか分かりません、
もしも勝ったら偉い。偉いね。今までさ、お前さんはその欲が出てなかったんだよ。お父っつぁんが患いついて、それでもって相撲ができなくなっちまった。明日横綱とやるとなってさ、ずいぶん欲が出てきたよ。もしかしたら何かが起こるかもしれない。いいかい、明日もし勝ったら、私はこの寝台投げ打っても百両という祝儀を切ろう。勝ったら百両でございますか。ありがとうございます。では明日もらいに来ます。勝つ機会を。さあ両の力士が土俵へ着く。八挙に残って軍配がいる。阿吽の呼吸でダーン点でぶつかっていくんでございますが、まず横綱谷風、佐野山の前回しをぐわーっと引きつける。これには訳がある。というのは佐野山はフラフラなのは横綱は見て取れますから、自分がぶつかっていくとピューってんで飛んでっちゃう。それを阻止するために前回しを引きつける。相撲取ってんだか介護してんだかわからない。もろ出しで50両だぞという声がかかると、横綱が何、もろ出しで50両、面白い遊びしとるな。おい佐野山しっかりせい。わしが今右のな下手を緩める。ほらもろ差しになれって、変な相撲が。そうもろ差しになると横綱が両上手釣り身という形になる。このまんま負けたんじゃいくらなんでも八百長がバレる。どうしたかと申しますと、佐野山さんをぐっと釣り上げる。そのまんま土俵の徳田原の上にちょこんと乗せた。見ていた見物からは皆外に出されたと思いますから、一瞬あ負けたと天を仰いだ。その隙に横綱の右足が土俵の外へちょこんと出た。見ているのは行司ですから、佐野山佐野山、軍配高らかに上がる。お勝った。行くとね、抽選券っていうのもらえたんですね。ネズミだから抽選券ってわけじゃないんだけどもね、懸賞の札、これに数が書いてございまして、宝くじみたいなもんで、年に1回とか半年に1回このネズミの懸賞というものがあって、特等が15円、2等が10円、3等が5円と、これが当たる。だから子供にはそんな大金ですから、いつ懸賞があるかな、懸賞の札を懐に入れまして、一生懸命に子供たちは働いていたんだそうで、お休みってのはそうそうもらえませんで、年に2日これを藪入りと申しまして、夏はお盆、冬は1月の16日でございますね。この2日だけ、里に帰ることができた。顔を上げるとなんか涙が出そうで、あげらんねん、情けないね男のくせに。大きくなったよ、ご覧、うせえ、待ってんだな、勝負。おいおい見ろ、亀動いてる。当たり前だよ、生きてんだから。大きくなったな、おい、おい見ろ、大きくなったよ、俺より大きくなった。お前さん座ってんだよ。でもなんだな、驚いたな、戸開けたらお父っつぁんとか来ると思うじゃねえか。俺はその支度はできてたよ。それがいきなり前に両の手ついて、めっきりお寒くなりましたとか、いきなり仁義切られちゃったよ。ああなこと俺だって言ったことねえぜ。何のこと、え、何かあったの、おっかさん、どうしたの、お父っつぁん。しらばっくれんな、とうにネタは上がってんだい。おめえのがまぐち覗いたらな、五円札が3枚小さく折りたたんで減った。初めての破りで15円なんて小銭多すぎる。どっから取った、白状しろい、あう、どっから取った、
取ったんじゃないならいいんだよ。どうしたの？ネズミの懸賞で当たったんだい。ネズミの懸賞、こないだネズミ捕まえておまわりさんとこ持ってったら懸賞の札もらえて、それの懸賞がこないだあったんだよ。で、あたいが15円の特等当たったんだよ。これ持ってきゃお父っつぁんとっかさんも少しは楽できるだろうから喜ばしておやりよ、亀どんって言われて、ありがとうございますって持ってきたんだ。後でお父っつぁんとっかさんに見てもらおうと思って内緒にしといて喜ばせようと思ったのに、なんで先に見ちゃうんだよ。ひどいや、取ったりしねえ。ネズミの懸賞で当たったんだい。ごめんね、勘弁しとくれ。亀、お前さ、聞いた？亀はそんなことする子じゃないよ。ネズミの懸賞で当たったってじゃないかい。どうも大変に失礼しました。あ、そうか、何言ってんだ、おめえがいけねえじゃねえか。いや、亀、勘弁してくれ。痛かったろ。違うんだ、お父っつぁんよ、おめえが蹴ってきてくれて嬉しくてカーッとなってるところ、おかが変な油かけるもんだからつい勘違いしまって。そうなんだよ、お前、亀がそんなことするか。目を見ろ、澄み切ったいい目してんじゃねえか。勘弁してくれ、痛かったろな、この通りだ。ネズミの懸賞で当たったのか。いいご主人様だ、大事にしなきゃいけねえぞ。これもみんな忠のおかげだよ。初企画、そういうことで今日は大失敗って。そんなことない、大成功。あ、よかったですね。お客さんもなんとなく喜んでいただけたようで、ありがたいことでございます。こういう大きいホールでね、二つ目さんがメインの出番というのはなかなかない。うるせえな。おめえか、市花子の野郎。俺は一生懸命喋ってんだ、待っとけ。すみません、パタ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 。気を取り直しまして、二つ目さんがいいこと言おうと思ってたんだよ。二つ目さんが大きいホールでメインで喋る機会っていうのはなかなかないですから、どんどん増えるといいですね。でお客さんも喜んでいただいたようで何よりでございます。今後とも、一蔵さんと市花さんをよろしくお願いします。頑張っていきましょい。あ、そう、初企画ということで。いや、もうね、どうでしたか。いや、兄弟会なんて我々が言ったら本当申し訳ないぐらい、本当にもうね、一之助師匠に、胸借りて、はい、思い切ってやらせていただきました。勉強させていただきました。自己主張が強すぎますか。そのくしゃみ。ちゃんとルール守るね。ありがとうございます。一丁一もまだ二つ目、はい、いっぱいいるんで、こういう会が増えるといいと思ってます。土屋さん、これからもよろしくお願いします。お願いします。土屋さんで帰る。ありがとうございました。土屋さんで帰る。夢空間の。社長。はい。ありがとうございます。お世話になってます。お世話になってます。こんな世の中の事態で夢空間っていう皮肉な名前。いいですよね。頑張っていきましょう。